今日はですね、浜松にありますカトリック教会に来ました。以前この近くに住んでました。で、このマザーメリーさんが、いますですね。素晴らしいですね。ちゃんとお家も作ってもらってますですね。すごいいい教会ですね。こっちは？ああ、落ちちゃうね。いろいろね、人形がありまして、バスケットのゴールもある。ここは礼拝するとこですね。ミサですね、カトリックでは。バスケットのボールが、立派な調理台もあるね。中はね、バスケットできます。あれは秋ですね。そこになんか、鳩を抱いてますね。鳩を抱いてますね。鳩と花。2000あのドミニ21V3 1994、和と平和の和ですね。カトリック浜松教会ね。え、希望に突き動かされて、方法浜松教会ミサの時間、木土金、日曜日に落下ですね。朝9時半から朝7時からですね。日本語、日本語、日本語と。英語やスペイン語もやってるということですね。日本語で8時からやってますね。月曜日から金曜日ですね。8時から。すごいとこですね。ずーっと。キリスト教会ですね。来てよかったですね。ここにも「マドレ・パウリナ」
ね、秋ですね。ここはミサを行う場所でしょうね、きっと。自動販売機もあると。教皇フランシスコ、キリスト者の希望、教皇講話集、十字架の道行き、黙示録から現代を見解く、崩壊の兆候を見せる日本のカトリック教会や社会、ヨハネの黙示録の象徴に驚くほど該当する種々の悲惨な現象を解説し、原因を探り、将来を予想しながらキリスト者として教会共同体として実践できることを示唆する。一章、私たちに迫り来る崩壊の兆し。二章、社会の崩壊の兆し。三章、今私たちが転がけることは何か。四章、福音宣教のチャレンジ。五章、最後の戦い。六章、私たちの具体的な指針として捉えていくために、黙示録から現代を読みつく。 A 雄一郎著、イエズス会司祭。イエズス会司祭、1960年神戸生まれ、1993年司祭〇〇、現在聖イグナチオ教会カトリック麹町教会主任司祭。専門は霊精神学。著書にイエスに出会った女性たちと。で、まあ、いずれにせよ黙示録から現代を読み解くと、 A 龍一郎と1200円で売っているということですね。黙示録から現代を読み解く、崩壊の兆候を見せると。日本のカトリック教会も崩壊を見せているのかね。ここにおトイレありますね。これだったかな。で、ここにマザーメリーがいると。こんなに大きかったかなと思うわけですね。え、素晴らしいですね。で、まあ、ろうそくにね、火が灯ってますね。確かに天使がいますね。よいしょ。じゃあ撮影一旦終了します。